ラルフ・シューマッハは才能ある若手ドライバーが F1 でより多くのチャンスを得るべきだと強調しているこれは F1 グリッドの高齢化への懸念の中でフェルナンド・アロンソやルイス・ハミルトンなどのベテランドライバーが依然として高いパフォーマンスを示している状況を背景にしているシューマッハは若手ドライバーにチャンスを与えるために現 F1 ドライバーに限らずテスト日数を増やすことを提案している 2021年 F2 チャンピオンのオスカー・ピアストリは、マクラーレンから F1 デビューを果たしたが、それ以降のチャンピオンたちは F1 シートを獲得できていない。シューマッハは、チームがルーキードライバーを信頼することを恐れていると指摘し、若手ドライバーへの道を開くことの重要性を訴えている。F1 では、ドライバーが長くレースを続ける傾向にあり、アロンソは43歳でありながらフル稼働を続け、ハミルトンも。 40歳でレースに参加し続けている。アロンソは、年齢は単なる数字という考えを証明しているが、シューマッハは、若い才能のためにもっと多くのチャンスを作るべきだと主張している。特に、オリバー・ベアマンのような若手ドライバーがチャンスを得て良い成績を収めた例は、新しいドライバーへの門戸が開かれることへの希望を示している。シューマッハは、フェラーリのカスタマーチームであるハーストの一部のラウンドでの FP1 出場など、 若手ドライバーの参加が F1 の新たな波を生み出すことを期待している。コメント、ラルフ・シューマッハは、才能ある若手ドライバーが F1 でより多くのチャンスを得るべきだと強調しているという記事。シューマッハもいいこと言ってるなという感じがしますが、そうも思わない人もいるかと。どのような状況にするのが F1 のためにいいのか、そのためにどのような方法で選抜を行うのが良いのかただ、 どのスポーツ界においてもこの問題はあるのではと思いますもっと活発に議論を行うことが必要だと思います